あの日を忘れることはできない。それに忘れてはいけない。世界は終わったのか。長崎に原爆が落ちた。一部の光もない絶望のことを。私の名前は江口義盛。本日より我が校の男子生徒は山中の防空壕作りに従事する。え？戦況が移り変わる第二次世界大戦を生きる15歳だ。いつの頃からか授業はなくなった。暑い、熱がこもる。我慢しろ、市民を守るためだ。今日から工場に行ってまいります。体に気をつけて、お国のために頑張って。14歳以上の男子と若い独身女性は勤労報告隊として労働することになり、勉強は取り上げられた。ラジオなどでは日本の優勢が告げられている。空襲警報だ吉森、防空壕に逃げるぞ。安田。しかしアメリカの飛行機は毎日のようにやってくる。拭いきれない違和感は正直あった。だが父さんを含めてお国のために頑張っている人たちがたくさんいる。怖い。キヨさん立って。女性子供は防空壕の奥へ入れ。安田、妊婦奥へ。わかった。まだ戦争に行けない僕はこの地で人々を、兵隊さんが残した家族を守る。それが使命だ。8月9日、その日長崎市は朝から空襲警報が鳴り続けた。大丈夫か清さん、走れるか。ええ、ごめんなさい、足をくじいてしまって。俺も肩を貸せ、防空壕へ急ごう。ごめんね、体力を使わせてしまって。言うな、痛みは分かち合おう。体はお国の資本、労働力も喜びも辛さも分けてこそ一致団結だ。ありがとう吉森くん、安田くん。ん？警報が警戒警報に変わったな。清、吉森、工場に戻ろうか。しまった、帽子を防空壕に忘れてしまった。何してんだ、防空壕に戻るぞ。しくじった、なくしたら次はいつ配給されるかわからんぞ。ここで待ってるからな。早く探しなね。僕は10時半頃に出た防空壕に戻ってきた。あった、これだ。そうしてまた防空壕の入り口へ。その時2人の姿が目に入った。空襲だ、中へ入れ。え？爆弾が落ちたわ、早く中に。な、強烈な光、爆風、熱波。だが感覚はそれを正確に受け取れなかった。あは、台風に殴られたみたい。僕は防空壕の奥へ吹き飛ばされてしまった。安田、清さん、さっきの爆弾は何だ。二人は、町は無事か。だが防空壕から出た僕が見たのは、1分前と同じ場所だとは到底思えぬ光景だった。なんだよこれ。街はなくなり、空には見たこともない大きな、そして嫌な雲が立ち上っていた。そして防空壕の前には、安田、清さんなのか、友のようなものが転がっていた。うわあ！一体何が起きたんだ。さっきの爆弾のせいか、街は、友は死んでしまったのか。何なんだこれは、一体何なんだ。脳は回転を止めた。だがその時浮かんだものがあった。母さん、よしこ、二人は無事か。家族のことだ。家路を急いだ。だがここはどこだ。町の形がないぞ。水。町は焼け、空は夜のように暗かった。道は通れない。かろうじて線路だけが道の体を成していた。あの山、あっちが家だ。水。線路の脇には川があったはず。水。なんだあれは。全部人なのか。だがそこには熱にうなされ水を求める人の死体が黙々と流れているではないか。水を口にした人は助かった安堵か力尽きてしまったようだ。母さん、よしこ、母さん、よしこ。家族の名前を口にしながら走った。他のことを考えたくない、絶望に殺されてしまいそうだ。そうして火事の町を抜け家に着いた。母さん、よしこ。だが家なんてもうなかった。熱風が頬を撫でる。その時空から飛来する水分があった。それは真っ黒な雨だった。母さん、よしこ。肌に嫌にひっつく黒い雨とともになけなしの水分が僕の目からこぼれ落ちた。僕はもう立ち上がることができなかった。江口、生きていたか。手を貸せ、倒壊家屋に挟まれた人がいる。先生、僕動けません。江口、心の痛みは後で感じとけ。お前五体満足じゃないか。なら体が動かない人を救え。先生の言葉は正直理解できなかった。だが命令されてようやく体が動いた。柱を入れる、その子を引き上げろ。はい、もう大丈夫だ。足が。大丈夫だ、大丈夫。とにかく今僕にできることを精一杯やるだけだ。
そうして僕は闇の街を走り回った。後に救助の列車がやってきて怪我人を多く乗せていったが、おそらく助からないだろう。そうして6日後、8月15日、日本は敗戦を宣言した。俺の家はあの爆弾が投下された場所から半径1キロ圏内にあった。これ、白い、ヨシコの骨かな。中心地から1キロ以内で生存者はほぼいない。24万人の市民のうち7万4000人が死亡、67もの町が焼失した。後に知ったが、あの爆弾が人類最悪の発明、原子爆弾だった。8月9日、11時2分に落とされたプルトニウム爆弾は、テニスコートの上空500メートル付近で爆発したそうだ。友も家族も失った私に残されたのは、生きて帰ってきた父だけだった。ヨシモリ、大丈夫か？だが僕は原爆により被爆、頭髪が抜け落ち、出血が止まらない。放射能という目に見えないものが生き延びた僕たちを苦しめた。父さん、僕は絶望を見ました。あの恐怖を知って、この苦しみを背負って生きられません。生きてくれ、ヨシモリ。俺にはもう、お前しかいないんだ、父さん。あの黒い雨は風に乗り、爆心地以外にも雨を降らせたらしい。その雨にも放射能が含まれていたそうで、被爆者が出たそうだ。父に生きることを壊れて、僕は何とか被爆と戦っている。だが時々思い出してしまう。友を奪ったあの強烈な光のことを。僕は一生拭い去ることができない、へばりつく悪夢の中で生きてる。ごめん、救えなくてごめん。何を信じて、何を憎んで、何にすがっていいかも僕にはわかりません。本日、ヒューマン爆大学でも別視点からのストーリーを公開しておりますので、そちらもぜひ。